今日はスタッフの小川さんのヘアカラーをしていきたいと思います。春なのでちょっとピンク系のカラーにしていこうと思うんですけど、まあ今何分ぐらい11ぐらい、そうだね、割と明るめに色落ちしてるので、ここからまあ大体8トーンぐらいのピンクベージュにしていきたいと思います。始まり浮き輪に、